アンタイトルドグースゲームイタズラガチョウがやってきたはオーストラリアのゲーム開発会社ハウスハウスが開発しパニックより発売されたゲームソフトプレイヤーはガチョウとなって平和な村を訪れ住民に対して様々なイタズラを行いながら村の内部を巡っていく各所の道具や設置物を活用して目標の達成を目指すアクションパズルゲームの要領でゲームが進行するが 人間たちの目をかいくぐりながら行動する、ステルスゲームの要素も含んでいる。BGM にはシンプルなピアノのメロディが流れ、課長の行動や状況に合わせて変化する。作品内で用いられている表現は、ハウスハウスのメンバーが、子供時代に視聴していた、イギリスの子供向けテレビ番組、ボクブルーン、ポストマンパッド、ウォレスとグルミットなどの影響があり、メンバーの一人にコディスアルドアップは、 典型的で、わかりやすい人々のコミュニティがある、小さなおもちゃの世界というアイデアが好きだと語っている。ガチョウは、泣く、羽を広げる、かがむ物を加えて運ぶといったアクションを行う。一方の人間は、通常はそれぞれ固有の行動パターンをとっているが、ガチョウが近づいたり直いを出したりすると、後を追いかけてくる。一部の人間は、 課長を見つけると即座にその場から追い出す行動をとる。課長によって場所を移されたものや状況が変化した設置物などは人間の視界に入った際に元の状態へ戻される。舞台となる村は複数のエリアに分かれている。各エリアには達成目標のトゥードゥが複数設定されており、一定数達成後に追加される最後のトゥードゥを達成するとエリアのクリアとなって、 次のエリアに進めるようになる。ハウスハウスの開発一作目である 2D 対戦アクションゲームプッシュメプルユーが2016年に発売された後、次回作の方向性について様々な検討が行われ、3D に移行してスーパーマリオ64のような三人称視点の一人用ゲームとすることにメンバーは興味を抱いた。そうした中の同年8月、メンバーの一人、 スチュアートガレスピー・クックがスラックにこれについてのゲームを作ろうというコメントとともに課長の画像を投稿した。これを機にメンバーはもしも課長になったらどうするかというアイデアに夢中になった。ハウスハウスは設立時点で商業作品の開発経験者はおらず、本作の制作が開始された段階においてもメンバーはゲーム制作に精通していたわけではなく、 3D グラフィックスの導入は本作が初めてだった。各人が作成したものをよりよく活用する方法を模索するという方針のもと、制作はボトムアップで行われた。レベルデザイナーのジェイク・シュトラーサーは、最初のマップを作るにあたり、舞台がイギリスであることを意識しつつも、ウォレスとグルミットを主なモチーフとした。同作は美術的な資料だけではなく、 ゲーム内で起きるコミカルなイベントのヒントにもなった。2017年10月、ハウス・ハウスは発報となるトレーラー映像を公開した。この中では当時開発済みだった序盤の庭エリア部分が用いられ、トレーラーの評判が良くなければこの部分のみを発売する準備も進めていたが、映像公開後に思いのほか多くの好意的な反応が寄せられたことから、 内容を拡張して製品化することが決まった。予想以上の公表を得た理由について、ハウスハウスは、ガチョウの生息数が少ない地元、オーストラリアよりも北半球の人々の方がガチョウへの馴染みが深いこと、また、残酷すぎず怖すぎない方法で、悪さをすることへの魅力があるのではないかと、分析している。本作のタイトルは前述のトレーラー映像の 公開直前時点で決まっておらず、暫定的なものとして、アンタイトルドグースゲームの名前で公開した。しかし、公開後に話題となったことで、タイトルが浸透した上に、これを超えるものが見つからず、一方で、永遠に無題のままということに、面白さを見出したため、正式名として据え置かれた。本作においては、サクステッドの幅の広い歩道や露店が再現されている。 オーフォード城から見下ろした、オーフォードの街並み製品化にあたり、レベルデザイナーのジェイク・シュトラーサーは、ステージの設計に際して、独自性があること、信憑性があること、ニュアンスを感じさせることという3つの目標を立てる。シュトラーサーは、オーストラリア在住であり、イギリスに行ったことがなかったため、初期のステージマップをイギリスに住む友人に見せ、イギリスらしさがあるかを問うたところ、違う。 という回答を得る。彼らは庭の仕切りに用いられた金網フェンスがイギリスでは用いられていないことを指摘した。このフェンスはシュトラーサーがイギリスのガーデニング用品販売サイトで調べこれが売られているということはイギリスのどこかにはこのフェンスを用いた庭があるはずという考えの下で採用したものだった。これを受けシュトラーサーは現実にイギリスで販売されていることと それがイギリス的であるということは必ずしも同一ではないと考える。加えて製品版では庭以外にもパブやゴール地点などが作られる予定であり、このような事態が頻発する可能性が出てきたほか、ステージにつなげ方によってはマップ全体に違和感が出る恐れがあった。このため、シュトラーサーはグーグルを用いた資料集めに乗り出した。まず彼は、 ビレッジグリーンウィズ・ポンドとデモ版を表現する言葉を画像検索で検索し、そこから得られた画像からモデルとなる土地を探すことにした。最初に選んだ場所は店などの必須要素がなかったため、その近隣にあるサクステッドをモデルとすることにした。また、シュトラーサーは Google マップの履歴機能で数年分の過去の街並みが 保存されていて助かったとも GDC2021 の中で振り返っている。シュトラーサーはそれぞれのステージを作成して一つのマップにまとめるが、ステージが奥行きにかけ、プレイヤーの移動方向が制限されるという新たな問題に直面する。これを解決するためにシュトラーサーはモデルとなる街を探し、サフォークの王ー,ードのポンプストリートを見つけた。トレーラーの音楽は ダンゴールディングが手掛けており、クロード・ドビュッシーのピアノ曲集、前奏曲の第12曲、ミンストレルが用いられている。この楽曲は曲中に停止及び開始するという構成を含んでいるが、トレーラーの閲覧者は、それがゲーム内の動作にこうしていると誤解し、反応的な音楽として称賛した。これを受け、ハウスハウスはゲーム内でドビュッシーの楽曲を使うことを呼び、 反応的な音楽のシステムをゲームに組み込むことを決めた。ゴールディングは普通に演奏したものとより低くやらかに演奏したものの2パターンをレコーディングしてから約400の断片に分け、それらを課長がただ歩いている状態、課長が獲物に近づいている状態、課長が追われている状態の3つに合わせて調整した。2020年3月27日、デッカレコードから 本作のサウンドトラックが発売された。同サウンドトラックには通常バージョンと静かなバージョンの楽曲が収録されているほか、オリジナル楽曲として、プレイステーション4版のメニュー画面のテーマ曲である、ワルツフォーハウスハウスと劇中のラジオから流れるアンタイトルドグースラジオが収録されている。本作は好意的に受け入れられ、二次創作の投稿や、 特定のキャラクターを課長に差し替えるたゲーム用のモッドの開発といったファン活動が行われた。PC 版と Nintendo Switch 版は発売から約2週間で売り上げ10万本を突破し、3ヶ月後の2019年12月には前期主版の売り上げ総計が100万本に到達した。2019年12月開催のアメリカのゲームショーイベント、 ザゲームアワーズ2019の中では人形劇番組マペットショーのキャラクタービーカーが本作内に登場しがちょうと対面するという特別映像が公開された。4gamer.net の神社は本作の平和な世界観について評価している。電撃オンラインのナメカワケイトは本作について頭を使う必要があるものの パズルとアクションの要素が程よいバランスで噛み合っており、どちらかが苦手でも楽しめると評価した。ありがとうございます。